マングローブは川と海の水が混ざり合う場所だよ。1日目は大雨でカニが見れなかったよ。目と口つけたらウルトラマン。いっぱいあるんですよ、これが。先島スオウっていう木、はい、木の実で。すぐに穴に入っちゃう。模様はいろんなものがあったよ。一面に白いつぶつぶが広がってるのは全部シオマネキ。大きなハサミを振っているところが塩を招いてるみたいだったよ。砂団子はコメツキガニが砂を食べて吐き出したもので、裸足で走るとプニプニして気持ちいい。おひるぎとめひるぎがあったよ。これがおひるぎ。おひるぎ。これは植物の根っこがね、空気吸うためにここに持ち上げてる。空気を吸うために出てきた根っこ。空気のね。マングローブは生命のゆりかごと言われているよ。早速シオマネキを描いてみたよ。ハサミのところが難しい。シオマネキに会いに行きたい。チャンネル登録よろしくね。